Hi guys, have you ever wondered how much fun it would be to have a drink with Kenta Kaminyak? Let's start in 3, 2, 1. So, who drinks the most? Drinks the most? Kenta, right? Yes, I always enjoy the drink. で、しまいには入り口のところで神谷健人と鈴木孝秀が謎の大喧嘩やってる。この距離でやった。お前マジなめんなよって。違うんすよ、違うんすよ。あいつ来ないかなみたいな感じで、なんか周りではやってるらしくて、はい、行ったり行ったりいないんですよ。で、僕には帰ったもどうのこうのも連絡も来ないし、はい、そもそも誘われないし、はい。沖縄で同じ沖縄でずっと長いんですけど、俺はもうプライベート NG にしてるんです今日は。なんでルイが来たら俺は帰るっていう。Meanwhile、後ろからこう抱きついてきて、リキヤさんみたいな。あげてくれません？うん、あげてくれ。なんか酔っ払ったら、ジンさんを絶対出世します。アミケン付きは家に来たことがあります。何人かメンバーがいて、うちでこう集まって飲んでたんだけど、3時4時ぐらいに結構深くなって、みんないい感じになった時に、うん、うちの台所からめちゃくちゃいい匂いし始めた。お、あれみたいな。すっげえいい匂いすると思って、うん、台所覗いたら、うん、めっちゃ神剣がフライパン食ってたの。めっちゃ好きで、大輝さん、あのもう去年ぐらいですかね、うん、朝4時ぐらいにちょっと酔っ払っちゃって、大輝さんに会いたいと思って電話しちゃったんです。常識な人先輩にもういいやと思って。大輝さんはもうお家に疲れてて、まあ、どっかでまた別の会話してきた後にお家に疲れてて、でもいいよ来るよっつって来ていただいたんですよ、うん、でもめちゃめちゃベロベロで何喋ってるか分かんなくて。リキヤに電話しようとしたら、はい、これ酔っ払ってたからリキだけ多分見えたのかな、分かんないから。それに電話して、そしたら聞き間違いしたんだ。もしもしって言われて、で、え、何してんのみたいな。え、言うですよ、ね、え、誰みたいな。めっちゃ似てた今。誰はひどいでしょ、電話かけてって。誰っつって。